18分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に交通集中による渋滞の情報です。およそ45キロ先の首都高速都心環状線内回り江戸橋を先頭に渋滞しています。続いて所要時間の情報です。現在東名川崎インターまで15分ほどかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方に故障者の情報です。この先の大和トンネル付近26キロポストの路肩で小型トラックが故障して止まっています。次に走行注意の情報です。この先の海老名サービスエリア付近31キロポストに動物の死骸が落ちており通りにくくなっています。続いて所要時間の情報です。現在厚木インターまで15分ほどかかっています。なお現在大和トンネル付近では渋滞対策事業による工事を行っており路肩が狭くなっている区間があります。工事区間手前の案内看板を確認の上注意して走行してください。ハイウェイラジオ横浜よりお伝えしました。